いつもご覧いただきありがとうございます。今日は、7月に入ったので、久しぶりにドライブコンピューター見てみたいと思います。では、どうぞ。それではね、ドライブコンピューターをご覧ください。給油してから843キロ走っております。ガソリンはこれだけあります。で、リッターあたりは302となっております。1キロワットあたり 5.8 キロ走っております。私のドライブコンピューターは今こんなような状態です。では少し走行していきます。今日ですね、充電してきました。昨日ですね、全部使い切ったのでね、今日急速充電してきました。またですね、近いうちに、PHEV、アウトランダーの PHEV と、似たような感じなのかなと思いまして、マツダに行ってきました。マツダの CX-16、 これも PHEV という車がありますので、こちらの方を試乗させてもらったので、近いうちにですね、動画を配信しますのでご覧いただきたいと思います。ただしですね、この今回の動画ですね、マツダさん、一応店長さんとお話をさせていただいて、場合によっては、ちょっとマツダとしてよろしくないっていう動画になった場合は削除してもらいたいということでお願いされておりますので、ちょっとご無理言ってマツダさんでもちょっと撮らせてもらいました。掲載できることが私にとってもいいので、編集の方にちょっと時間かけて、で、マツダさんの方に一度確認しまして、それから動画配信になりますので、こうご期待。万が一ですね、ダメだった場合はもう一度撮り直しに行こうということも考えております。では今日はね、こんな感じで私のドライブコンピューターをご覧いただいたのと、私のですね、充電生活、そしてですね、また最近ガソリン代が上がってきているような、昨日ですね、170円という表示も見たのでね、ちょっと上がってきてるのかなと思ってちょっとびっくりしたんですけど、私の方はね、こんな感じで充電生活なので、あまりガソリン代は関係ないというような生活になっております。皆さんもアウトランダー活用して最高のアウトランダー生活送ってください。参考になったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。